お待たせいたしました。発車いたします。本日は自衛官鉄道坂本ケーブルをご利用いただきまして誠にありがとうございます。ご乗車中のお客様にご案内申し上げます。発車から終点までの間、ご利用者に音声ガイドによる自動観光案内コースとなります。道中各所その中で紹介されます前後左右の方向や方角につきましては、今お客様がおかけいただいておりますそのお座席から向かってみた左右の方向での案内コースとなります。従いましてケーブルカーの左右進行方向から向かってみた左右の方向とは逆の案内コースになりますので、こちらの方をお間違えないようにあらかじめご了承ください。なおご乗車時間につきましては先ほどのアナウンス通り12分間でございます。終点のケーブル停車駅は12時11分の到着予定でございます。皆様を山頂の連絡でご案内いたします。本日のお乗車誠にありがとうございます。シェシェ同社皆様、右手後方に高台の下の連結が見えてまいりました。この連結の中には約250体の石仏が安置されておりますが、これら整備するのは対象はこの坂本ケーブルの建設工事の隙の中から掘り出されたものになります。石材によりますと信長の栄華の焼き打ちによって伊勢神宮大仏の霊を慰めるため、地元の人々がお地蔵さんを祈る山岳一帯に安置したものとなります。今を遡ること400年余り昔のことです。線の中までもう一人
この車両、ケーブルカーではターンアウトと言いますが、普通の鉄道のポイントとは随分違っていることにお気づきだと思います。ケーブルカーの車輪は左右の形が違いまして、片側の車輪には溝がついており、もう一方の車輪は円筒状になっています。もうお分かりだと思いますが、溝付きの車輪がつながっている外側のレールに沿って転がり、円筒状の車輪が内側のレール上を転がっているというわけです。本拠地である宇都宮は鳥居の方向へおよそ15分で到着いたします。
本日は比叡山鉄道坂本ケーブルをご利用ご乗車いただきまして誠にありがとうございました。終点のケーブル延暦寺駅にまもなく到着でございます。到着の際車両が少し揺れますので転倒事故を防止、安全のためケーブルカーが完全に停車するまでそのままお座席にておかけになってお待ちください。お立ちのお客様はお近くのお手すりにお伝えいただき揺れが収まるのをお待ちください。お出口は発車時と同じように車両進行方向向かって右側の扉が内側に自動で開きますのでドア付近におられますお客様は恐れ入りますがドアから離れ一歩お下がりになってドアが開くのをお待ちください。車内にお忘れ物落とし物等ございませんようお手前にも今一度よくお確かめの上ご支度ください。また降りの際はホームが階段状におります段差構造になっておりますのでお足元にはくれぐれも十分お気をつけください。本日のご乗車誠にありがとうございました。これより先もどうぞお気をつけてお出かけください。ようこそいらっしゃいました。オンシアス在地。